君たち今日はその辺で食うのな。分かっていいよ。結構デカめなのを落としたのか。おお、どっちどっちどっち、どっちも逃げられた。おお、落ちた。お、後から来た空豆がペロッと食っちゃった。豆太郎はちょっとおこだな。お豆太郎さん、お、二人で今ちょっと気使っちゃったよ。いや、ちょ、お、ネズミさん食った。二人の人、お、プグ、プグ頑張れ、プグ頑張れ。お、プグ食った。このデカなるゲーム、これ。おー、でかい方が食った。豆ちゃろう、トザがさっき奥で食っとったっけ。これ誰食う。おー、あ、グエッつった。ソラマメかな。ソラマメかトザ。お、ソラマメ。おー、ソラマメ食えんかった。おお、そう、ついにこの並びにね、プクも来ましたね。仲間入りだな、プク。さあ、10月18日ですけどね、今日10月の時点ではね、プクと豆太郎こんなに大きさ差があります。これがどこまで近づくでしょうかね。そしてプクはいつまでこの緑色を保ち続けるでしょうか。室内で飼育すると大抵茶色くなっちゃいますからね。お、メロン今頃来た。メロンもう餌ないんだわ今日は。今ね、お昼前なんですよね。水替えたついでにちょっと餌やりしただけでね、軽めにしか持ってきてないんですよ。メロン今来たのか。どうしような、餌足したろうかな。メロンか豆太郎か、誰が食べますか。お、メロン、メロンが食ったよ。ネズミちゃんが壁よじ登ってきたか。ぷいっと。豆太郎、惜しかった。豆太郎、お、豆太郎頑張った。動けるところはアピールしてます、豆太郎。ちょっと豆太郎のね、なんかここになんか汚れがあるな。逃げられた。つぐちゃんが食べれそうな、ちょっとじゃあそれ食べる。よし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 。僕ももうピンセットに慣れたしね。人にもめちゃくちゃ慣れてくれましたね。プクだけはまあちょっと個別でね、あげてます。プクとパンダにね、特に成長期なんで特にいっぱい食べんとかもね。さあ、大人のパンダはね、自分、おお、豆太郎。もうメロンと豆太郎もね、戦わなくなりましたね。戦わんでも食べられることがね、分かってきたんでね。待ってれば食えるっていうね。ネズミちゃん逃げちゃった。あー、そこか。お、空豆。メロンも食べた。プグが食べれそうなちっちゃいやつあるよ。食べる？
ちょっとでかい、どうする、奥やるか、奥って、まだコオロギもね、ちっちゃくて子供なんで柔らかいんですね。なんかうまいこと畳んで食いましたね、今ね。